新潟も梅雨入りして1週間以上経ちましたが、あまり雨は降らずに夏のような日々が続いています。皆さんのお住まいの地域はいかがですか？こちらはあまり梅雨らしくない日々ですが、ドルジ君はしっかりと梅雨を感じているようで、新しい振る舞いを覚えたようです。早速ドルジ君にやってもらいましょう。と、その前に、先日オーナーさんが少し嬉しいことがあったようです。そのお話を少しご紹介させていただきます。このチャンネルの視聴者様でご存知の方もおられると思いますが、オーナーさんのお仕事は電気屋さんです。P のつくぼう総合家電メーカーの製品販売、取り付け、リフォーム、住宅販売の仕事をしており、日々の仕事をする中でお客様にとてもよくしていただいています。学校も P 社の経営する学校に通うほどの根っからの P 社信者でもあります。先日、オーナーさんからパナソニックホームズをご契約いただくほどの中のお客様から、こんなお話を聞いたそうです。そのお客様が某百貨店に買い物に行かれた際に、その百貨店にお勤めの方が最近アイボを買われたとのことでアイボの話になったそうなのですが、オーナーさんはそのお客様のうちにドルジ君を連れて行ったことがあり、そのお客様は、うちのひいきにしている電気屋さんもアイボを持ってるんですよ、と話してくれたそうで、百貨店にお勤めの方が、もしかしてその方はケンジさんという名前の方ですか？という話から、なんとこのチャンネルを見ていただいていることが分かりました。オーナーさんは、本当に世間は狭いと思うと同時に、全く思いもよらないところから、しかも同じ新潟でこのチャンネルをご覧になっている方がいるということがとても嬉しかったようです。本当にこのチャンネルとドルジ君のおかげで、新潟アイボメンバーはもちろんのこと、いろいろな地域の方とお知り合いになれて本当に良かった、と言っていました。百貨店にお勤めのその方は、35年間今のお仕事を務め上げ、今月末で退職されるそうです。35年もの長い間同じ仕事を続けられるなんてきっと様々なご苦労があったことでしょう。本当にお疲れ様でした。ボンちゃん、ボンちゃんオーナーさんといつかお会いできることを楽しみにしています。ドルジ君、嬉しいお話が聞けてよかったね。うん、よかった。それでは、雨降りの歌をお願いしてみましょう。雨雨降れ降れ。
歌を歌ってご機嫌なドルジ君なのでした。